いやあ、乱世乱世、どうもミス Mr. 武士党でございます本日は、どうする家康補足解説大市と長政変なぜ、裏切ったのか <laughs> さあ、浅井長政と大市ねえ、信長の兄弟ですよ信長の妹大市と結婚し、ね、我が弟とかね、ドラマの中でも言われてましたけどいや、ちょっと待ってくださいよ、長政さんなんであなたを裏切ったんですかとねえ、これは まあね、本能寺のへの裏切りもねしかりですけども浅井長政の裏切りも結構謎が多いというかねえなんでなのっていうのねえこは今まで,でもさんざん言われてきてますので、ねまあ、今回ですね「えどうする家康」を機に今一度このえ浅井長政はなぜ裏切ったのかそして、えー「お一度長政を馴れ初め」とかですねその辺りもしっかり、えー、お話しして、まあ、より「どうする家康」の物語がね分かりやすくなるようにえ歴史的な解説をねしていきたいと思います。この解説を見ていただければドラマが何十倍もいや 何百倍も面白くなる。そう信じて、やっておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは、行きましょう。王一と長政の解説でございます。さあ、まずは、この王一と長政が結婚する前のですね。浅井長政が、まあ、どういう武将だったかというところね。その前半戦を軽くお話ししておきたいと思います。はい、まずこう、ね、この浅井長政というか、この浅井家というのは。もともとは六角家という大江の戦国大名ですね。えー、六角家の、まあ、家臣。まあ、ほぼ家臣に近いような扱いを受けていました。 ましかし、かある日突然、えー、このね浅井家っていうのをこの六角家から独立するということになるわけですね。もともと浅井長政名前はですね浅井忠政といってですね、えー、六角義方という そのね、六角家の当主六角義方の肩の字をもらってえ片政と直っていたわけです、はい、このように目上の人からですね、えー、名前の一字をもらうことを「偏記」というんですけども偏、まあ、記を受けるということは、まあ、その人に従いますとね私はあなたの家来ですっていうことをまあ表明しているようなものなので、まあ、六角家の家臣のような扱いを受けていたということが分かります。でしかも、えー、この最初の肩政の妻っていうのはですねお市じゃなくて別にいたんですね六角家の家臣の平井氏という人のところの娘さんを妻にもらっていました。し、まあ、しかし 1560年まさに桶狭間の戦いが起きた年ですねえこの年にはですね長政はえ六角家から独立してえ16歳の若さでえお父さん久政からですね家督を継承して浅井家の当主になっております。えそして、 妻、えー、平石氏の娘とも、えー、離縁してですね奥さんとも別れてですね、えー、これからはもう六角形との関係を断ちますと阿西教をね独立した国衆としてやっていきますというふうにですね、まあ、立ち上がったというふうに言われています。まあ、この辺りもねこの安氏の研究っていうのはももちろんされているんですけども詳しいことがね分からないところもまだまだ多くてですねいろいろと言われてるんですけども、まあ、一説には、えー、お父さんの久政ですね安西久政と六角形との、ね、関係などを巡って対立して、えー、この傍が無理やり父を隠居に追い込んで 浅井家の党首になったなんていうねま、えー、武田信玄みたいなまあ、そういうようなイメージで語られることもありますまあ、多分詳しいことはね、まあ、ちょっとまだ分かってないと思いますまあ、実際に、えー、この両国の統治っていうのは片政がやるんですけども16歳ですからその後継役として、えー、久政が政治に関わっていたっていうことは資料から分かっているのでまあ、そんな親子が対立して無理やり陰境に追い込んだみたいなねそういうことではないのかもしれません はいまあ、ともかくここで、えー、片政が当主となって、えー、その六角家との関係を完全に断ちましたと奥さんとも別れましたということがありました。そして、えー、1563年に浅井、えー、長政ですね片政の肩の字を捨てて、まあ、これは家康がもともと元康、ね、っていう名前だったけど今川家を敵対するにあたって今川義元公からもらった元の字を捨てて家康になったと同じような感じで、えー、六角義方の肩の字を捨てて、えー、長政に改名したということになっております。でこのののの長長政字っていうのが まあかつてはね織田信長の長をもらったんじゃないかという説もありました。なのでこの戦国六十三年までの間に大内氏と結婚して。 で信長に従属するような形になって長野氏もね信長からもらったんじゃないか、まあ、すなわち信長からの返金を受けたのではないかというふうにも考えられていたんですが、まあ、ちょっと後ほど、えー、お話ししますけどもこの、えー、浅井長政とお一の結婚のタイミングっていうのが、まあ、どうやらもうちょっと後なんじゃないかっていうような説が、えー、今はねあるみたいで、まあ、そのことから考えるとこの時点ではまだ、えー、織田家と浅井家が関係を結んでいるということは、えー、ちょっと考えられないので、まあ、たまたま長政だったっていうだけで、えー、特にその、えー、織田信長から長野氏を返金したとか、えー、そういう話で ではないのではないかというふうに言われていますそして、えー、この後ですね六角家から独立したアザイ家はですね、えー、バチバチそもともと主君筋だった、えー、六角家の戦っていくことになるんですけども まあ当然六角家も許しませんよね,ね急にお前なんで俺の字一字ね肩の字も上げてた可愛がってやってたのに何急に裏切ってんのって話になりますからね、えー、六角氏も怒ってバチバチに、えー、浅井家と六角家が戦っていくことになるんですけども、まあ、その時その六角家が一色氏と同盟を組んだので、まあ、それに伴ってさすがにそうね、えー、美濃と、えー、この南近江からこう挟み撃ちにされる方になっちゃいますからね、えー、浅井家は。これかななり強敵なわけですよこの状況を打開するために、えー、浅井家は浅倉家に従属した。 というふうに言われています。はい。まあ、この朝、えー、倉家と浅井家の関係っていうのもね、まあいろいろ言われてて、まあ、それまでは普通にこう同盟関係だったんじゃないかっていうふうに、えー、もう言われていたんですけども、まあ、最近の研究ではどうやらもう完全に朝、えー、倉家のも下につく、えー、従属するという形になっていたっていうことが、えー、分かってきております。まあいろいろなね根拠があるんですけども、ま,あ、まずまあ、これまでの解説でもね言ってきたように、えー、この長政が朝倉義景のことを親方様って呼んでるわけですね。はい。 親方様っていうのは普通は対等な同盟関係の相手には言いませんからね信玄の家来たちが信玄のことをね親方様って呼んでるのと同じような感じで自分のこうね仕えている相手に「 言うわけですよ、親方様っていうのはね、それを使っているわけなので、浅井長政は朝倉義景に、ね、完全に親柱しているっていうことはね、明白だというふうに言われています。でさらにですね、まあいろいろこの発掘調査とかからね、分かったんでしょうね。朝、えー、倉家の本拠地である一条団にですね、えー、浅井長政というか浅井家の屋敷跡があったということが分かっています。これは、えー、浅井家の人たちが朝、えー、倉家のね本拠地に出資していた。 っていうことの証明になりますんでね、まあ、普通同盟関係の相手の城下町に自分の館があるみたいなことってありえませんからね。 これは明らかにに浅倉家に、えー、浅井家井が従っていてい、まあ、何か仕事がある時にそこに出資していたもしくは朝、まあ、倉家が、えー、若狭とかでね、えー、戦っていた時に、まあ、その援軍として、えー、浅井家が行くために、まあ、そこに拠点としてね、えー、置かせてもらっていた館を置かせてもらっていたというような考え方ができますのでまあほぼほぼ明らかにも朝倉家の完全にも従属した国衆朝倉家の保護を受けながら、えー、浅井家は 存在していたということが、えー、分かっています。まあそれ以外にもね、信長と戦う時に朝倉義景が織田二条ですね、えー、浅井家の本拠地である織田二条に陣を張ったとかいう記録もあって、えー、その同盟関係の相手のね、えー、お城の中に本陣を置くなんていうことは普通しませんから、まあほぼ、えー、家来のような扱いを受けていたっていうことはそのことからもわかるそうです。はい、まあこの辺たりはね、最近のことで分かってきたというところですね。まあ、完全に朝倉家の家来のようなまあ六角家に従っていたところから一旦独立したけど、まあ六角家がやっぱり兄弟だったので、えー、朝倉家のお世話にまあ蔵返しするような になったというところがあったわけですねで、そんな中で信長が美濃の一式死を倒して、えー、美濃を平定した後にですね大一の母と結婚したのではないかという風うに言われていますはい。これは私もね以前のこれまでの解説動画の中でま大、あ、一の母と長政さんの結婚したタイミングは、えー、1561年、えー、桶狭間の戦いの翌年に 行われたんじゃないいかっっててう説もあ,って、まあそっちなんじゃないかなっていうようなことを言ったんですけども、まあ、どうやらですねそっちは資料的な根拠がなくてむしろ1567年ですね信長が美濃を攻略した後に、えー、同盟が結ばれたっていうことを裏付けるような資料が、えー、存在しているということなので、まあ、こっちの方が、えー、こっちの説の方があの信憑性は高そうですね。はい、っていうのはですねどういうものがあったのかっていうと。 足利義明の、えー、側近である和田惠政っていうね、えー、幕府のね奉公、えー、衆の人がいるんですけどもこの和田惠政が、えー、六角氏に対して出した書状っていうものが残ってるようでその中にですね信長と浅井長政が、えー、婚姻関係を結んで同盟をしましたと。なので、えー、六角さんもこれからちょっとね信長の言うことを聞いてくださいと、えー、これからね義明様と一緒に上洛しますんでもうそのね浅井家との、ね、浅戦いとかやめて信長に従ってくださいねみたいな、まあ、ざっくり言うとですけども、まあ、そういうような、えー 内容の書状がね見つかっているわけですよねでこの、えー、義昭がね上落するっていうのはまさにその信長が美濃を平定した後のタイミングですよねで、そのタイミングに出されたと思われる書状の中で信長と 長政が同盟しましたがってことは書いてあるわけですよね。これはもし1561年とかねもっと早い段階でね同盟を結んでいた、えー、婚姻同盟を結んでいたのだとしたらまあそんな書き方は多分しないと思うんですよね。えー、ちょっと前にそういうね信長と、えー、この長政のね婚姻同盟が成立しましたがっていうような言い方をこの1567年頃に出した手紙の中で言っているってことはまあこの辺りで結婚したんだろうというふうに推測されているということみたいですね。はい。まあ大市と、えー、長政の結婚っていうのはこのタイミング信長が、えー、美濃を攻略した タイミングでえー、長政が。 それまでに、ね、敵対していた一色氏が滅びたからよしよしとでこれからはちょっとねまだ六角との関係もバチバチの状態のままなので信長の力を借りながら自分の両国統治をね維持していこうというふうに思って信長の身の攻略を受けて長政の方から同盟結びませんかというような話をしてで最終的にお市の川と長政が結婚するという形で落着したのかなというふうに思われております。はい たたまたまねお市が空いていたというかね、えー、相手がいなくてまだ独身だったので、えー、こういうね同盟がね結ばれたわけですね。はい、ちなみに、えー、長政とねお市の間には3人の娘茶々初郷ですね、はい、この浅井三姉妹っていうのがね有名でございますけど三3人の娘が生まれていますけども、まあ、それ以外にね浅井万福丸っていうね、えー、男子がいたというふうに言われています。まあ、このの丸は、えー、おの方 の出でではなくて、えー、諸子ですねだからまあ側室というかねいわゆる別妻なのか妾なのかちょっと分かりませんけども誰か別の女性との間にね生まれた、えー、子供がまが、あ、男子で一人だけいて、えー、本当は諸子なんだけどおいつとの間にねなかなか男子が生まれない3人連続で娘が生まれちゃったからあじゃあもうこのね満腹丸を着男にしようみたいな形でねおそらくおいつの養子に入って、えー、着男として扱われていたというふうに言われております。はい もともと六角氏とのね従属状態の時にその妻にいた平石氏の娘がその万福丸の母親なんじゃないかとかねそういう話もあったりとかしましたけどもこの平石氏の娘と結婚してから離婚するまでの時間があまりにも短いので多分平石氏の娘がお母さんではなく別のね誰か妾なのか別妻がねいたんじゃないかというふうに言われてます。でそんな風にですねお市と結婚することで織田家との関係性を作った長政だったんですがその後のね信長との関係っていうのも まあなんかね微妙と言いますかねえもしかしたら長政が思っていたようなものとは違ったのかもしれませんはい。え長政と信長がね、えー、一体どういう関係だったのかっていうのを見ていきたいと思うんですがまあどうやら、えー、対等な同盟ではなかったみたいですね、うん、家康と信長はね最初は対等な同盟関係だったけどまあ後に 信長のパワーが強くなりすぎて家康が従属するような形になったというふうになってますけど長政と信長の場合は結構ね早い段階から長政の方が信長の下についてるような形になっていたみたいです。なぜそのようなことが分かるのかというとまずですねこれは信長が命じた金利の収蔵ですね金利っていうのは天皇の御所のことですね天皇の御所金利を収蔵する時にその侍たちにですねこの人手を出すようにっていうふうに命令するんですが、まあ、その 中でですね長政の位置づけっていうのがえ京国殿のえ補佐というような書き方をされているそうなんですよこの人はですね京国高吉といってえ近江のま守、あ、護大名ですまあ、でもオーリルランナーとね没落しちゃったんですけども、まあ、名目上は近江の国の守護、えー、ということになっている大名でございますはい、それが京国殿ですねで長政はその補佐ですよという風うに、うん、えこの金利収蔵のまあ、名簿の中に書かれているわけですよね はいまあ、事実上はね事実上は長政が、えー、両国を統治してるので事実上の近江の国主っていうのは、まあ、長政なんだけどあくまで名目上は形的には、ね、この、えー、昔っから 近江の国の守護を務めていた京国氏、京、え、国、ー、高吉が、えー、近江の殿様で長政はあくまでその補佐だよというような扱いを受けていたわけですね。だからだいぶその、えー、信長から見てもですね、えー、まああくまで京国さんの下についてるもんだからっていうような扱いだったわけです。でさらにまあそれ以外の書状とかからもですね、やっぱ信長は、えー、長政を自分の家来のように、えー、認識しているということが、えー、分かっております。なので信長の方から見たらですね、もう完全に長政は、えー、信長の下についた。 何て言っても信長はもう天下の副将軍ですからね事実上のあよ義将軍義明を補佐している慣例のようなポジションにいるわけですからね、まあ、長政は信長の、まあ、下についてるねもう家来のような扱いを受けていた。えー、でそうなるとですねちょっと待ってくれるともともと浅井家は朝倉義景のことをね親方様って言ってね、えー、従属している立場だったんじゃないのかと、えー、なんで信長の下についちゃってるのって話なんですが、まあ、これはですね当時あのよくあることで、えー、領族っていうね 特にこう境目の国衆とかがねよくやっていたことで、まあ、両方の力のある大名に、まあ、いい顔をしておいて両方に属していますよっていう、ね、えことをねやる人たちはよくいました朝井仲間さんもその例に漏れずですね織田朝倉に両属する、まあ、国衆ですね一つのこう戦国大名みたいなっていうよりは、まあ、本当にまあ小さい織田と朝倉に従っている国衆のようなポジションだったんじゃないかというふうに今考えられています。 はい、だからまあ戦国大名っていうほどのまあ長政はねやっぱもともとがその六角形の家臣から始まってますからね、まあ、しかもね近江一帯を支配しているとは ゆえ信長とかの講演があってできてるっていうところもありますので、えーまあ、完全なこう戦国大名というわけではなかったわけですね。だから浅井長政は国衆みたいなものだというふうな、えー、認識をした方がいいかもしれませんね。でそんな織、えー、田朝倉に領属している国衆の浅井長政なんですが信長と、えー、遠戚関係があったにもかかわらず、えー、なぜ 裏切ってしまったのかっていうところですよね、まあ、ここはねやっぱりよく分かっていないところなんでねいろいろこうね歴史家たちがねああでもないこうでもないとね議論するポイントだとは思うんですが、まあ、なぜなんでしょうかね私もちょっと分かりません分かりませんが、えー、まあ一説にはねこういう話がありますよねもともと阿財と織田が同盟した時に朝倉には昔から恩があるからもし信長が朝倉家を攻めるということがあるのであれば事前に連絡をしてくれと 全連絡をした上で、えーそうね「朝倉攻めをしてください」というふうに長政が言っていたにもかかわらず信長が無視して何の断りもなく朝倉を攻めたから、えー、長長が怒っってて、えー、義にに反するるっつって信長に刃を向けたみたたみいな、ね、説明をされることもありましたでもこれはちょっとね考え当時の考え方的には、まあ、ちょっとありえないのかなという考えで、まあ、そもそも浅井、えー、と織田が同盟を関係をね、えー、結んだ時っていうのは朝倉と織田っていうのは別に敵対してないんですよね。 信長がこの朝倉義景を攻めるっていうのになったのは信長が上洛して。 足利義昭が将軍になった後に若狭の若狭武だけっていう家のこう内部争いで足利義昭派と朝倉義景派に分かれちゃってでその戦いの延長でそのね、義昭の言うこと聞かないから朝倉を攻めるっていう話になったわけなのでもともと別に敵対してたわけじゃないんですよね阿財家と小田家が同盟するタイミングでそういうようなことを長政が言うっていうのは、まあ、ありえないことなので、まあ、これは後世に、ね、作られた話で別にそういう理由ではなかったんじゃないかと思われます はい、じゃあ何で裏切ったんだよという話なんですが、まあ、これはもう、まあ、あくまでね朝、えー、倉家との方が付き合いは長いので信長ではなく朝、えー、倉家の方を、まあ、選択したというようなことなのかなというふうにもね思いますね。はいまあ、あととはの一説によると、えー 中山さんの,その長男着男である満腹丸,、ねまあ、丸が朝倉家に人質として出されていたっていう説もあるんですよ。なのでね人質出されてるわけですからね、まあ、そっち側を優先したというふうにね、えー、単純にただそれだけの話なのかなというふうに思いますが、まあ、もしねこのタイミングでね信長をねあの朝,や朝倉がね破っていたら信長を金ヶ崎の戦いで討ち取っていたら、まあ、その後どうしたんだろうと思いますけどねだって、えー、一応この信長の越前、えー、への出兵っていうのは、まあ、官軍 ですからね、義明の命で言ってるということには一応名目上はなってますから幕府軍を敵に回してるわけですからね、まあ、その後ね義明に頭を下げて許してもらえるのか、まあ、それとも元々ね、なんかそういう調略が幕府側からね信長をちょっと調子乗り過ぎてるから排除しようぜみたいな動きがあったのかちょっとその詳しいところは分かりませんけどね。い、まあ、と謎が多いんんででですよ、なんでこののタイミングで裏切ったのか うん、謎が多いんですけども、まあ、単純に朝倉との付き合いが長いし人質で着弾も出してるし、えー、朝倉側につこうという決断で、えー、長政が、ね、信長を裏切ったのかなといいう,うに思います、はいまあ、今回「どうする家康、まあね」長政が、えー、信長を裏切るっていうことを決めたところしか私見てないのでねその後、えー、どういう理由でね信長を裏切るに至ったのかっていうところはちょっと見てないのでどんなふうに描かれるのか分かりませんけども、まあ、どんな解釈をしてくれるのか、ね、楽しみでございますね。はいでえー、それともう一つですね、えー、なぜ 阿呆な長政と老いつの方は離縁しなかったのかっていうところもえ結構言われますよね。だって敵対しちゃってんだからね。普通だったらもうそのね老いつと離縁してね送り返したろと。だって実際に長政は六角家から独立するときに自分のね六角家臣のえ妻をですね、えー、離縁してで独立しちゃってるわけなんだから。 まあ、送り返すすんじゃねねえのかっていいいうに思、ね、思われる方も多いと思いますであとはねそういうそれでも離縁しなかったからおいつと長政っていう夫婦はすごいラブラブだったんだみたいなね、まあ、そういうこと言われたりとかもしますが、まあ、どうやらですねこれはまあ黒田将暉先生によると戦国時代に婚姻同盟が決裂したからといってその妻を離縁して送り返すっていうのは別に、えー、当時の、まあ、常識ではなかったそうですね別に送り返さなくてもいいといとうかまあもう 結婚した後はそっちのね。家の人間になってるから出て行かないっていうことがまあ、普通だったらしいです。他にパターンで言うとまあ、北条家と今川家とかもね。結構争ってますけど、婚姻関係は続けてるみたいな。結構あったりしますから。意外とね。敵対したからといって送り返せなくてもいいっていうことらしいですね。はい、この辺りはちょっと僕もね。あの知りませんでした。普通送り返すもんなのかなって勝手に思ってましたね。はい、なんかまあ結構昔のね。 信長の野望とかね。まあ一応ゲームの話になっちゃいますけど、信長の野望とかね。昔のやつやってるとあの婚姻同盟を結んでたんだけど、その婚姻同盟を破棄するみたいなことをやると、あのじゃあ婚姻同盟なくなったんで、私はこれでさようならみたいな感じで、妻が実家に帰っちゃうみたいなね。あのイベントが起きたりとかよくしてたからそういうもんなのかなと思ってましたけど、どうやら違うらしいですね。別に実家に帰らなくてもいいそうです。はい。なので、これは別に特別なパターンではないそうです。まあ、でもどうしてもね。こうドラマチックに描くってなると。 長山さとね大市の絆がすごく深かったんだみたいなねだから離縁しなかったんだ敵対したけどみたいなまあ書かれ方がするわけですがここは別に普通のことだそうですね、ロマンがないですね <laughs> ロマンはないですけどまあそういうものらしいですはい。そして、えー、最後ですね大市の方のね有名な一番有名なエピソードといえばこれですよね小豆袋 のエピソードでございます。はい、長政が信長を裏切って朝倉家のね。浅いで挟み撃ちにしようとした時に、おいつの方がこっそり信長にその状況を伝えて、おかげで信長は金ヶ崎をね。逃げ延びることができた。なんていう風にされているエピソードですね。まあ、直接、そんな死者をね。出して、あの信長に長政様が裏切りました。なんてことはね。なかなか言えないと思うので、人中見舞いだっていう風に。 嘘をついて、えー、小豆のね入った袋を小袋をパッとこう渡して、えー、プレゼントしてそしたらその袋がですね両端が結ばれていて普通ね袋って上だけしか結ばないのになんか両端結ばれてるおかしいなっていう話になってで信長がねすごいあの聡明な武将ですからそれを見て「何?」と「これは織田軍が我が軍が挟み撃ちにされているということの暗示ではないのかと」と、ね「お市がそれを知らせてくれているんだ」っていうふうになってそしたら、えー、長昌がね裏切ったという情報が入ってきて「そうかこれは嘘じゃないんだ」と。 逃げるぞみたいになったっていうね、まあ、そういうストーリーがねよくありますよね超有名です。はい、ただこれれは江戸時代半ばに作られた朝倉記という、えー、軍記者の中に登場するエピソードで、まあ、その内容もちょっと信憑性はかなり、えー、薄いとされています。はいまあ、どうやら えー、このエピソード、まあ、非常にその色濃くですね、えー、儒教の影響を受けているというねところが見られるらしくて、まあ、これはねあの前回の、ね、明智光秀の話のところでもね言いましたけど江戸時代っていうのはねすごい儒教のこのね影響というのは強いんですよ。えー、なんでそもそも大市、えー、の方が信長にねその長政が裏切ったことを伝えたのかっていうとそれは大市、えー、の方が、えー、妻として夫を裏切ることもできない。けど 目、ねねえー、上の人年上の人を大切にしなきゃいけないだからお父さんとかお兄ちゃんとかね上の人を大切にしなきゃいけないという考え方が儒教にあるのでお兄さんである信長を裏切ることもできない。で迷っただけお市はそ,のそれとなくこの長政をね裏切ったということを伝えて窮地の信長を救おうとしたんだという、まあ、そういう、えー、お市の方の,、まあその妻としても立派だしねあの表立って夫を裏切ることもせず。 かつ兄の信長を救ったっていうところで、まあ、自供的な考えですごく立派な人ですよっていうふうに紹介されてるエピソードなんですよね。でもこういうい考え方 っていうのはこういう儒教の考え方っていうのはまあ戦国時代当時にはありませんからね同時代の資料でそういうことが書かれているこういうお兄さんとかを助けて立派だみたいな話っていうのはなんかないみたいなのであくまでこれは江戸時代にその儒教の影響を色濃く受けた人たちが考え出した、えー、作り話なんじゃないかというふうに今は言われていますはい。超有名なエピソードですけどね今までの大河ドラマでもねそれこそねあの山岡宗八の徳川家康とかでもねこのエピソードが描かれていたような記憶がありますけどね、まあ、超有名なエピソードですが、まあ、これはあくまで後世の創作だという と,いうところです、はい、なので、まあ、一次資料からはあんまりやっぱりねそのお市の方が長政との、ね、結婚関係を、ね、どんな風にまと、あ、んでいたのかでこの長政を裏切った時お市の方がどのような行動に出たのかっていうのは分かっていません。はいまあ、でもねただただ指をくわえて見ていただけたのか何かしらねしようとしたのか、まあ、それは、ね、あくまで我々は想像するしかないのでどうする癒しでどんな風に描かれるのかを、ね、楽しみにしておきたいと思います。 さあ本日の話はここまででございますいかがでしたでしょうか、えー、大市の方と長政ですね、えー、長政と、えー、信長がね、同盟するまでのお話、えー、そして大市の方との、ね、結婚のタイミング、うん、や、えー、信長とね長政の関係などについて、ね、お話しましたいや非常にね面白いですね大市と長政うん、まあすごい有名な武将ですけどねまだまだ分かってないこともたくさんあるみたいなので、ね、研究がね進んでくれたら嬉しいですねはい、すごいですよねこれキリンが来るの時にもねやっぱりアザ長政の話は私もしたんですけども 何度も何度も何度も掘り返してね新しい考察ができるっていうのはねあやっぱね歴史のいいところですよね新しい資料も出てくるし研究者の方がね新しい新説を出してくれてますからね本当にねありがとうございますというところですさあ、えー、何かわからないこと質問、えー、ご意見などございましたらコメント欄の方にコメントお願いいたします、えー、参考文献は概要欄の方に書いておきますので、えー、外のねこの話を元になっている、えー、その研究者の方たちが書いた本を読んでみたいという方はぜひそちらからお買い求めくださいそれではまたお会いしましょうさらばさら